はい、サブちゃんです。今日はちょっと珍しい感じで撮ってますね。サブちゃんもとりあえずハイボールでも飲みましょう。皆さんちょっと声ちっちゃかったら音量上げてください。サブちゃんいつも声ちっちゃいんで。ですね、サブチャンでレッドイングじゃないや、ドクターマーチンの靴ひもを変えるっていうね、緩い動画を撮ろうと思ってるんですけど、なんかね今純正のものがついてるんで、このワックスドコットンみたいなひもなんですよ。これがなんかねあんまりちょっと綺麗すぎちゃってあんまり好きじゃないなってことで、気分的には黒のコットンのもの、なんかね、ドクターマーチンって確かコットンとナイロン、最初からついてるのはナイロンかな。とあとはこのオイルドのタイプになってるんですけど、これ最初からね、オイルドついてたんですけど、それを使ってたんですけど、なんか合わねえなということで、このチルいテンションのまま、紐を変えつつ、ちょっと靴にね、オイルでも入れようかなと。思っております。今度ねしっかりとしたオイルだってブーツのケアみたいな動画出そうかなと思ってるんで、まあなんかケアだったりとか気になる人はぜひそちらを見ていただいた方が分かりやすいかと思います。今日のサブちゃんは鬼のように緩いので声もちっちゃいんで音量高めでお願いします。はい、という感じで紐を全部取っちゃいました。はい、こんな感じ。ブラッシング。そんなに汚れてないからね。軽くでいいと思います。もうね、中端のところが一番ホコリとか溜まりやすいんですよね。左足も。なんかいいっすよね、靴こういう風に磨いたりとかブラッシングしてる時って無になれます。はい、ブラッシング終わり。これはね、ドクターマーチンのメイドインイングランドの赤です。で本当は汚れてたらリムーバーとか使うんですけど、全然汚れてないんでオイルとクリームでいこうと思うんですけど、今日はねリムーバーは使わずクリーム。本当はポリッシャーとかでねマーチンはちょっとテカってた方がかっこいいんでやりたいんですけど、ないんで僕は大体こういう風なね、もう汚れた T シャツを使っております。クリームを適量取って伸ばしていきます。こうね、色が黒以外のブーツにねなんか保湿系のこういうクリームとかオイルやるんだったら大体僕はクリームでしてますかね。なんか色の深みを出したいとか茶芯レザーのね茶色を出したいんだったらオイル、ミンクオイルとかねそういうのでやるんですけど、タイはこのクリームの方で僕はやります。とんでもなく緩い映像だなこれ。もうちょっとねブーツの赤が映ってきてます。最近マーチン
これとあとはウィングチップのマーチンだったりとか履いてますね。クリーム OK 片方はそんなに多分分かんないですよね。てか全然分かんないな。ちょっとだけ取って、もうね、僕つま先のとこねすぐぶつけちゃうんでね、つま先のところがなんか傷つきやすいんですよ。その点ね、レッドウィングのスチール2とか、マーチンも確かスチール2あった気がするんだけど、スチール2の方がね、感じが好きなんですけどね、重いんでね。クリームとか塗りすぎると大変なことになるんで、オイルもそうですけど、まあ、適量を伸ばし伸ばしてやるのをおすすめします。塗り終わったら空拭きしましょう。はい、クリームさよなら。ライブでやればよかったね。ライブの方が面白そう。コメント読めないか。はい、クリームのね、ダマになっちゃってたりとかするんで、そういうのがないようにしっかりと空拭きで、特にね、ステッチのとことか、あとはこのシューレースの内側、タンの内側の部分だったりとかがたまりやすいので、気をつけてあげて。 OK、ツヤとか増した気がしませんでもないな。そしたらまたブラッシングでなじませていきます。ブーツはね、洋服屋さんやってた時にすごいハマっててめっちゃ持ってたんですけど、その時はね、一気に10足とか磨いたりとかしてましたね。実家の玄関がすごいことになってました。よく母親に捨てろって言われてましたね。皆さんはブーツのケアとかどのくらいの頻度でやります？僕は大体ワンシーズンに1回、まあ、よく履いてたブーツとかやるかなくらいですね。あとはこうブーツをお直しに出した時とかにね、一緒にやってもらったりとかもあるんですけど、まあ、こういう風にね、スーパー気が向いた時に紐変えようかなとか、紐をちぎれちゃったなとかっていう時によく一緒にやったりします。ほい、でコットンの紐なんかね、ドクターマーチンのショップ行って買ってきたんですけど、まあ、ナイロンのやつがいいかなと思ったんですけど、なんかねコットンおすすめですよって言われて、コットンもいいなと思って、なんか毛玉になりやすそうなんですけどね、まあいいかなと今回はこちらをチョイスしてみました。で、なんかブーツの紐の結び方とかいろいろあるじゃないですか。横1列とか横なんか11111みたいなやつとかもいいんですけど、別に特にこだわりないんで普通にやります。あとはね、マーチンの紐のね、トリビアじゃないですけど、なんか靴紐の色で結構いろいろ意味があったりとかするんですよ。こう差別とかもあるみたいなので、なんかこの赤いブーツに黄色であったりとか、あと白紐の意味とかあるんで、なんか
この動画で言うのもなんなんでね、気になる人はちょっと調べてみてください。ちなみに僕は赤いブーツにこの黒紐を通しております。本当はね、完全に乾ききってから紐を結んだ方がいいんですけど、今日はいいかなと。ほい、見える？こんな感じ。かっこいいな。ちょっと皆さん見えるように結んでいきましょうか。で、内側が高い。このね、丸紐のいいところはね、こう、なんていうの、平紐だとさ、こうめくれちゃうとかあるんですけど、丸紐は特にないんでね、そこが好き。あと、めっちゃ履き込んだ時とかに、何ですかね、ちょっと毛羽立ちだったりとか、僕ヒステリックグラマーってとこで働いてたんですけど、一番最初アパレル、そこでね買った必須別注のペンホールだったっけな、マーチンを本当にずっと履いてて、それベッコンベコンになるまで履いてたんですけど、それめちゃくちゃいい感じになって、紐までいい感じだったんですよね。ほら、なんかその感じまで履きたいなと。その後何履いたんだっけな、マーチンだった、あとシュプリームコラボのやつとか、あれ8ホールだったっけな、6ホールだったか忘れたんですけど、はい、こんな感じ。はい、っていう緩い動画でした。また明日明後日くらいサブちゃん撮んのかな。バイバイ。